ちゃかわいい、めっちゃかわいい。こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、私最近ね、セブ島に行ってきたんです。今回ね、くまみきちゃんとさあやちゃんとプライベートな感じでセブ島に行ってきました。めっちゃ楽しかったです。これはね、フィリピンのセブ島の近くのボホール島というところで買ったウクレレです。ちょっとね、これがね、めっちゃ欲しいと思って買って、その後荷物になってちょっと大変だった因縁のウクレレです。そしてこれもですね、ボホール島にはね、世界最小のパーシャっていうメガネザルさんがいるんですよね。超可愛いんですけど、これ実はメガネザルなんです。ここについてるんです。わかるかな。これスマホ入れ的な感じで旅行中超役に立ちました。アイラブボホールってここにもここにも書いてますね。じゃあ皆さん、ちょっとだけ動画を撮ってきたので、そちらもぜひぜひ見てもらえると嬉しいです。どうぞ。こんにちは、木下ゆうかです。今私はセブ島に来ています。セブ島でメガネザルにフェリーに乗ってボホール島に行きます。メガネザルの人形いっぱいいた。なるみなるかわいい。教会に着きました。なんか2番目に古い教会だって。教会に猫ちゃんいた。にゃにゃー、猫ちゃんわー、かわいい。大丈夫、英語行こう、英語行こう。にゃー、こちら1590年くらい。わー、すごい。かわいい。この猫だ。うん、さっきの子よりちっちゃいです。ほんと子猫って感じ。この船ってご飯食べる。あ、なんかおいしそう。おいしそうだね。デザートおいしそう。うん、お昼ご飯はね、フィリピン料理です。ユッペだった。この豚肉のやつがね、多いんだって、フィリピン料理は。紫色のデザートとかも、謎のスープ。できるんでしょうか。あ、怖い。夜怖い。え、これ着ぐるみってこと。アイラブボホール。場所の島の名前だよ。ボホール島だよ。メガネザルってなんて言うんですか。あのマオマーっていうね。マオマオ、マオマーグ。モーマーク。なんか見てるのかな。来た。これゴミやった。ちょっとこれだ。あ、これだ。なんか葉っぱの木陰に隠れてるね。こっち見てるような気がする。あの、そう、目開けたまま寝るってこと。目乾燥しちゃう。ここにもいた。寝てる。めっちゃ可愛い。尻尾長。ネズミみたい。体よりめっちゃ長い尻尾が。マグネットめっちゃいっぱいある。このメガネさんのマグネット可愛い。可愛い。チョコレートフィルズも決まった。すごい。大変そう。登るぞ。やったね。やった。ちょっと
これつまずいたら死ぬね。今めっちゃ雨が急に降って止んだりします。足はもう晴れてるのに。レッドカー。おやーやー、きれいきれい。頑張ります。スラリーホップファロミー。おー、キャルフォン。おOkay, more. Oh. Wow, very good. You like Charlie's Angel? Charlie's Angel. Yeah. Let's go. 楽しかったバイク。めっちゃ楽しかった。あれバイク。やさえちゃんめっちゃうまく似合ってた。もう免許取りますね。絶対うまい。わあ、いっぱいあるんだ。Hello. すごい足元。ふうふう。しかも暑いし、この格好してるから。そうだよね。Beautiful ladies. Beautiful. これのどこが beautiful? ふう。写真撮ろう。ハリーポッター。ジャンプして。ジャンプしてて。一二三。来ました。セブ島めっちゃ楽しかったです。いやもう海がね綺麗でしたね。最高でした。普段の日々を忘れた4日間でしたね。すごい癒されました。いや旅行ってね楽しいですね。最高です。大好きです。今回フィリピンでいろいろお土産とかも買えたし、それも食べるのも楽しみです。でセブ島はねめっちゃねバナナチップスがすっごい美味しかったです。なんかバナナチップス普通に美味しいじゃないですか。ここにもありますね、こういう感じ。これも結構美味しいバナナチップスなんですけど、セブ島のバナナチップスはねオイルチップスみたいな感じ、すっごく薄っぺらくって油で揚げてるような感じなんですよね。それに甘い蜜がかかってるのかな。なんであんな薄いんだろうね。バナナあんな薄くできるかな。とにかくほんとポテトチップとかさつまいもチップスみたいな感じ、すっごい薄っぺらいんですよ。でカリカリでめっちゃ美味しいです。このタイプのバナナチップス日本でも食べれたらいいなと思いました。あとドライマンゴーがねやっぱ美味しいですね。ドライマンゴー日本で買うと結構高いですからね。セブ島だったら多分半額ぐらいで買えるんじゃないかな。私大好きだからすごい嬉しかったです。あと美味しかったのがこまみきちゃんとかさわれちゃんすごい美味しいって言ってたんやけど、ココナッツチップスですね。ココナッツチップスね美味しいね。日本でも売ってますね。でもココナッツチップスはココナッツがチップス状に薄くなってて、でなんか甘い味付けですごい美味しいですね。やっぱり世界中に美味しいものってたくさんありますね。でもちょっと残念やったのが、今回のツアーにセブ島のこのフィリピン料理が食べられるレストランっていうのがあんまりがっつり行かなかったんですよね。ランチとかでブッフェ形式で食べるのとかはちょっとあったんですけど、レストランとかでこうこれとこれとこれとこれをお願いとか言って食べる感じのやつがあんまなかったから、それが残念でしたね。ディナーはイタリアン、スペイン料理、シュラスコでしたね。まあ美味しかったです。だからフィリピン料理今度ねちゃんとがっつり食べたいなって思いました。それだけがちょっと心残りですね。また行く原動力になります。これでもビーチにいる時もずっとスマホ写真撮りたいからスマホも撮りたいじゃないですか。だからこれを首から下げてすごい使いました。防水ケース用意してましたね。私今回水着も持って行ってなくって、なんかね今年ね伊豆で海に入ったんですよ。その時に水着着ったんですよね。でお家帰って洗濯して、そしてどっかに直したんですよ。セブに行く当日に、でも私荷造りしてたんですよね。飛行機に乗る当日にね、でも荷造りしてそのまま出発しようみたいな感じ で、そして水着見たらあれ
水着がないぞと思って多分ね、どっかに直してるんですよね。だから現地でもあるだろうと思ってセブ島の朝シュノーケリングとかのね受付したところで水着も買いました。いやでも海がほんと綺麗でしたね。もうお魚もみんな可愛いし、お魚もみんな可愛いってなんかちょっと変ですね。もうねそこら中お魚、綺麗なお魚だらけですごい楽しかったです。で最終日はワイン飲み放題にシュラスコを食べたんですよね。ナイトパーティー的な感じで楽しかったです。でそこでね、あのおそらく YouTuber がいたんですよね。で韓国の YouTuber さんで動画をこうスタックで来て動画を撮ってて、すごいなって思って、いやみんな本当になんかそういう機材とかちゃんとあってスタッフもたくさんいて海外のクリエイターはすごいなと思ってたんですけど、そしたら韓国の YouTuber さん私のことを知ってくれていて、ゆうかちゃんって言ってくれてめっちゃ嬉しかったです。旅もねいろんな人に出会えてね楽しいです。あとね英語を私頑張って勉強したいです。英語喋れるようになりたい。あとですね、最近ね、実はね、ロンがインスタを始めたんですよ。ロンのインスタではロンが喋ってるので、ロンと交流したい方は、ぜひぜひロンのインスタ見てあげてください。まあ、これだけの話、私がやってるんですけどね。はい、じゃあ今日はこの辺で、本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画がよかったらグッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひお願いします。バイバーイ。